はい。え、それでも、それ、話をするってことですかはい。さあってってことですかあって、その撮影したいってことですかえー、でも、うん、別にそれでもいいんですけど、うん、だかお互いそれ、だって、都合の悪いところをカットするってことですよね。 カット入りますよね普通に考えてそれだとまあ何ていうかあんまよくないじゃないですか編集で片方に都合のい,いみたいになっちゃったりするんでうんじゃあそうじゃなくてやるんだったらこのカットできないもう生配信の状況でお願いしたいんですねでいいように言えないのか都合悪いとことかもう全部 うん、都合悪いとことこっていうのもあれですけど。まあだから、ね、お互いにその、言ってほしくないことを言われたとしても、そのまま流すっていう状況だったらいいと思うんですよ。それがないと、まだからそれ直接に会ってなくてもいいと思うんです。別にその、ね、配信中に、まあ、なんか電話で話すとかでいいと思うんですね。全然。まあそれはお忙しいと思いますから。 いや別にいいですももしかしたらね、そ、そちら側もなんか配信中だったりするとかもしれないじゃないそれでいいんだったら、だと思いますね。だから、なんとか、うん、まあまあ、お互いにちゃんとこう、なんですか、腹割って話すとか、うん、まあまあ、損得っていう、うん、感じでもないんですけど、はい、そういう状況、うん、そうですね。だったらいいですよ、はい。 うん、だから、うーん、そうですね。まあまあまあ、それはね、言っちゃいけないこととか、まあ言われたくないことっていうのがあるっていうのはわかるんですけど、でもそれやっちゃうと、うん、なんというか、うん、わかりますよ。も,うもちろんそれはそうなんですけど、そこはまあ、一応、こう、分かった状態で、 その辺のことを考えた状況で、まあ話す。まあ、まあ大人として、そう,そうですね。はい。めっちゃいけないことを言っていくことは、まあまあ、うん、考えて喋るって形ですかね。えでもその、だからヒートアップして、なんかこう、ね、すごい、うん、なんか、うん、喧嘩腰みたいになっちゃったらどうするのかっていうのはありますけど、 まあまあまあ、はい。いだからその、なんか、手を出すとかは絶対ないです。はい。大丈夫です。はい。まあまあまあ、そういう条件だったらって感じじゃないですか。はい。それでまあ、伝えてもらって、はい。オッケ OK だったらって感じですかね。それでもう、うーん、ダメって言われたらそれは、うん。ですけど、はい。やるんだったらそうですね。土曜日はい。 明日ですかはい。明日でまあまあはい。18時。まあいつもそうですね。いつも18時動画出てるんですけど、まあその時間は無理ってことですよね。え、じゃあ9時ぐらいですかはい。9時とか。はい。でやるってことですね。はい。じゃあその時間だったら、まあ生配信はいける。 えー、まあまあまあだ、そうですね。じゃあ、OK だったりっていうかさ、そしたら告知出しますんで。うん、わかります。まあまあまあね、そろそろこんなに、まあ、炎上みたいになってるんで、はい。収めたいっていうのもはい、わかるんで。バッテってるみたいに思われるのもはい、わかりますけど、はい。わかりました。はい。じゃあ、そういうことで、お願いします。 まあ、うん、う、ん。まあ、って方がオッケーするなら、まあ、9時ぐらいに話すって感じかな。で、まあ、ラインとかなんのかな。電話通じてって感じっすかね、たぶん話すのはね。